関前山山頂から、壱岐な島、陰の島方面を望む山頂からの眺め。陸地島の島五港と岩木島のここ下港。右側には、西瀬戸自動車道の陸地島橋。山頂にある展望台関前山は、芸予諸島の一つ陸地島のすぐ東に位置する、岩木島にある標高369.8メートルの山。その放物線を描くような山陽から、 いわき富士の異名をとっている。いわき島のほぼ中央に位置し、北西側のここげ、港付近と南東側のいわき港付近からそれぞれ自動車道が整備されており、山頂手前まで車で登ることができる。山頂手前の駐車場付近から山道に沿って、染木吉の八大島桜、山桜などの桜が生み出す。約3000本の並木道が続いている。そして、 その三千本の桜並木が、この山と海の景色に彩りを添えており、それが美しいということで、都に知られている。その体場に咲く桜の織りなす景観は、天女の羽衣のようであると称されるほどのものであり、岩木の桜を一度見たら、一年長生きができるという、噂もあるほどである。岩木島の玄関口である、岩木港から続く、およそ6キロメートルの登山道は、 ハイキングコースとして人気が高い。さて、そのような桜並木の道を登り、山頂に至るとそこには360度全方位が見られる展望台が設けられており、瀬戸内海に浮かぶ芸与諸島の島々の多頭尾や、島並海道の橋の数々は、もちろんのこと、南には石槌山などの四国山地の山々を、北には中国山地の山々をも一望することができ、 絶景であると評判である。なお、毎年4月の桜のシーズンには、桜祭りが開かれるなど、桜の名所として知られているが、その時期以外でもこの山には、桜の他にも、ミモザ、ヤマツジなどが植えられているほか、瀬戸内海の他の島々同様、みかんやレモンの島として知られる、岩木透明産のレモンなどの柑橘類の植物が、山の斜面に設けられた、 だんだん畑に植えられている関係で、一年を通して草木や花々をめでることができる。関前山は標高が高く海からの風を捕まえやすいというパラグライダーには地理的特性および気候的特性の点で適した特徴を有しており、それを活かして山の中原にはパラグライダー発射場が設けられている。そこから発射されるパラグライダーに乗ると気流が良い場合は、 上空の高度1500メートル付近まで上がることが可能であるため、まるで鳥になったような気分でたたら大橋や、大三島橋、生口橋などなど、島並海道の橋の数々や芸与諸島の島並を味わうことができるという。ABCDE 石前や孫地図2013年3月13日閲覧、関前さんいいネットハット ABC 関前さん。 上島町商工会2013年3月11日、閲覧 ABCDE、シマップハット ABCDE 赤前山今治、地方観光協会2012年12月23日、閲覧 ABCDE 観光情報、赤前山3000本桜 a b 赤前山、赤前山。ありがとうございます。